それであの私は、立教大学で今教えている文学部のですね、キリスト教学科、そして大学院は、文学部で、立教大学大学院キリスト教学研究科という大学院の、教員をしておりますけども、まあ、同時に、日本聖公会とありますが、聖公会の司祭でもございます。それでですね、今もですね、長野県のちっちゃなあの教会、あの諏訪湖ってご存知でしょうか。諏訪湖 のほとりにですね、岡谷という町がありまして、その岡谷 の旅行さんのためにですね、1928年に建てられた教会があるんですが、野麦峠って皆さんご存知ですかね。野麦峠というのは基礎から野麦峠を越えて、1920年当時は、岡谷というのはシルク岡谷といってですね、富岡よりもはるかに有名だったはずなんですが、聖師の町でございまして、人口の6、7、8割はですね、若い10代の女工さんたち町だったんですね。でその女工さんのためにカナダから来ていた聖公会の宣教師が建てた教会なんですよ。でまあ、このお話もですね、本当は今日はこのテーマと日本の民衆とキリスト教の開港というテーマでは、非常に密接に関わるものですからお話を本当はしたいところなんですが、ちょっと時間の関係でですね、今回はちょっと割愛させていただいておりますが、また機会がありましたらですね、ぜひご紹介したい、まあ、そんなふうに思う教会 の管理牧師をしています。でかつては住んでいたんですが、今は東京に住んでおりますので、月に2回ぐらいですね、各週でその岡谷の教会にですね通っています。で昨日も岡谷で、いたんですが、そんなことでですね、現場 の教会とも関わらせていただいて、ちょっとお恵みだと思っておりますけども、そういうことで聖公会の主催でもございます。でそういうわけでですね、本日のお話 の後半はですね、ちょっと聖公会に関係するお話をさせていただきますけども、どうぞそういうことでご了解いただければと思います。で今日はですね、私の、いくつか、専門とするところがございますが、組織神学とかですね、それから、メインの専門はアングリカニズムといいまして、聖公会の神学、英国国教会の神学ですね、具体的には16世紀のリチャード・フッカーというのを研究しておりました。それからもう一つは、先ほど松谷さんからお話ししましたように、今ミニストリーで連載させていただいておりますエキュメニカルですね、エキュメニズムといいまして、さまざまな教派を超えたつながりですね、この来月の頭にも世界教会協議会ワールドカンセルチャーチス WCC と言いますけども のトップであります、オラフ・トベート総監事がですね、来日することになっておりまして、またミニストリーでもですねインタビューしていただこうかと考えておりますけども、そのようなですねエキュメニズムというのも私の専門としておりますが、本日はいろいろ迷ったんですが、こういうタイトルで現場の神学、日本の民衆とキリスト教の、出会いというものをですねちょっとお話をさせていただければというふうに思っています。私がそもそも神学を志す一つのきっかけはですね、京都の、私京都の出身なんですが、京都にですね、京都駅の南側にですね東九条という地域がございまして、そこで今ですね、今でもたくさんありますが、在日韓国朝鮮人の方々の多重地域がありまして、そこで、在日コリアンの方々の歴史と現実を学びました。でそしてそこで、キリスト者のですね、主催による現場研修会というのが行われておりまして、そこで初めて私聖書を読んだんですね。ですのでまさにこの現場でその聖書と出会い、イエス様と出会ったという、そういうところから洗礼を受けて、そして今に至っているということなんで、そういう意味ではですね、この現場の神学、民衆とキリスト教の出会いというのは、私自身の、ある種信仰骨格的なところとつながる部分でございます。そういうわけでちょっと今日はですね、せっかくの機会ですのでこのような話をしていただきたいと思います。それでちょっと いくつかのエピソードをちょっと盛り込みすぎた感がありますが、時間が限られておりますので少し早口になるかもしれませんが、また
ビデオが出るそうなんで、あのご不明な点はですね、もう一度見ていただければと、そんなふうに思ってますけど、ちょっとあの早口で申し上げませんが、進めさせていただきたいと思います。それでまずですね、はじめにということで、ございますが、日本キリスト教史を飾る人物たちたくさんおられますよ。皆さんいかがですか。なんか有名な方が、例えば上村正明さん、そうですね、書いてますね。上村正明さんとかですね、それからあの、まあ、八重の桜で話題になりました、まあ、どうしたんですか、新島城先生とかですね、だからもう内村勘蔵先生、まあ、たくさんおられますよね。で、あの我々私たち日本のクリスチャンはあのこのような方々を大変誇りに思っていますし、大切にしています。で、この方々を学ぶことはとても大事なことだ、言うまでもございません。しかし本日はですね、その外側に置かれた、いわゆる日本キリスト教史のメインストリームの外側に置かれた方々、存在ですね。しかし確実に聖書と出会っておられた、確実にイエス様の福音に生かされた、あれにまさに受肉ですね、肉とした存在がいます。で、そういう方々をですね、あの少しこうあの一緒に学ぶことを通して、もう一つの側面、日本キリスト教の歴史のですね、もう一つ の、まあ、外史というふうに言うと言われますけどもですね、少しこう、一緒に学んでいきたいと思っています。で、まず一人目はですね、田中正造でございますが、皆さんご存知だと思いますので、詳しい説明はですね、省きますが、まあ、この方ですね、田中正造の写真でございますが、いわゆる足尾鉱毒事件の中でですね、足尾鉱毒事件はご存知のように1877年に古川がですね、まあ、あの足尾銅山を開発したわけですが、その結果ですね、足尾の山林のですね、約1万2000ヘクタールがですね、鉱毒に侵されて、そしてそのあのその川ですね、その足尾銅山につながる下流のですね、渡良瀬川に大量のですね鉱毒が流れ込んだ、そういう事件ですね。具体的にはあの酸性排水ですとか銅亜鉛鉛ヒ素、こういう有毒の重金属ですね、まあ、それを含むあの石やあの泥がですね、大量の渡良瀬川に流れ込むわけですね。そして下流のですね、数万ヘクタールに及ぶ農地が汚染されて、農作物が枯れる、そして生育不良を起こす、そしてついには人々の健康被害も、まあ、引き起こす、そういうことでございました。で、まあ、この、まあ、特にその下流のですね、渡良瀬川下流の谷中村ですね、まあ、谷中と、まあ、書きますが、まあ、谷中村の被害は、まあ、甚大でありました。そして田中正造ご存知のように、さまざまなあの国会へのですね請願をいたしますし、まあ、有名なのはですね、あの1901年の12月の10日のことでございましたが、田中正造は、鉱毒問題をですね、社会も問題化したいという思いを持って天皇に直訴するということがありましてですね、まあ、直訴は失敗いたしましたが、まあ、しかしそれを引き金にいたしまして、この問題がですね、実は、特にこの東京ですね、まあ、首都圏中心に、まあ、世論をこう喚起するということに、まあ、ある成功いたします。そして、政治家や元老人、学生、宗教人などのですね、支援活動が活発化いたします。そして、まあ、しかしそういった政治問題化をすることを懸念した当時の政府はですね、足尾鉱毒事件の最終処分ということで、まあ、そういう動きに今出るわけですね。で、具体的には谷中村の人々、村民をですね、遠くはですね、北海道の、サロマ別原野に、まあ、強制移住させる、半ば強制ですが移住させるような、そういうことが起こります。まあ、しかし、まあ、そのような政府の動きに対して、田中正造はですね、谷中村の16軒のですね、残留民とともに谷中村に、立ち止まって、とどまってですね、そして、戦うわけですが、しかし政府の方は、土地収用法を適用いたしまして、なんと強制破壊を行うということに至りますですね。で、まあ、しかしそれでも田中正造と、
田中正道とですね、残留民はなおも仮小屋を作って住み続け、そして、谷中村の復活を目指していったということになります。しかし残念ながら、1913年にはですね、正蔵が亡くなります。そして、この残留民たちも、1917年には谷中村を立ち退くということになります。そして、鉱毒事件というものは事実上社会の表面から、消えて、いってしまうということに、なってしまうわけですね。そういう、歴史なんですが、この田中正造がですね、その亡くなった蔵元に残したものってとても重要だと考えておりまして、それはですね、何かと申しますと、マタイ福音書と帝国憲法の合本、新約聖書、日記、それから西岸書の草稿、そして渡良瀬川の桜石という、小石ですね、具体的にはですね、これは新約聖書、見にくいかな、大丈夫ですか、見にくいでしょうか、こちらですね、左側、黒いのが見えます、これは袋、桜石が入っている袋ですね。そして、上の方は新約聖書、下はマタイ伝ですね。と帝国憲法、こんなのあったんですね。帝国憲法とマタイの福音書の合本みたいな、なぜ合本だったかよいですか。そちらにも興味が湧くところでございますが、そういったものを持って、おりました。で、そういうわけでですね、田中正造は、晩年ことに聖書ですね、というものをとても大事にしていた、御言葉を大事にしていました。しかし大事な点は、田中正造自身は洗礼を受けた形跡はございません。そういう意味ではクリスチャンであったかというとですね、そうじゃないと言います。言い方もできるかもしれませんが、しかし最終的に彼の死の枕元に残っていたのはこれであったということなんです。新約聖書であり、大伝だったということですね。でそれで彼のですね、残したさまざまな文章ございますが、田中正造全集というのが出ておりますので、そこに彼の記録をですね、読み解くことができるわけですが、ことにその日記が私はですね、大変興味深くてですね、よく今でも読み返すわけですけども、その一つですね、1911年5月20日 の、日記にはこういうことが書いてありますね。進歩は芋を洗うことしとというですね、そして、同様類似の古き話を幾回も幾回も繰り返すと、自然に真理に徹するものなり、誠に芋を洗うごとし、真理の探求で、ございます。こういう側面とですね、もう一つは、1910年3月7日の日記にはこのようなことが、田中正造の言葉でございますけども書かれておりますね。キリストの御生まれの国パレステ、昔、これ原文通りなんですね。土と父の、とか田中正造が書いてます。土と父の流るるカナンの楽土と歌われたり、これ渡良瀬川に大いに似たり、渡良瀬川異変に相似たりと書かれています。ですから田中正造にとってはまさにですね、パレスチナの状況とこの渡良瀬川やですね、谷中の状況というのはオーバーラップしていた、重ね合わせていたということがここでよくあります。そしてですね、私が田中正造のさまざまな記憶の中で最も大事にしているのは、1913年2月12日付ですが、盟友でございました島田熊吉などに宛てた手紙ですね、書簡でございます。でこれは何と書かれているかと申しますと、見よ、神は谷中にあり、聖書は谷中人民の身にありと書かれているんですね。で、このことはですね、このことを田中正造のこの表現からですね、私たち現代に生きるキリスト社会、あれ現代神学と言ってもいいかもしれませんが、学ぶべき点は大変たくさんあると思いますね。神様はどこにいるのかということですよ。で、主の祈りでも天に増します我らの父よ、それはただそうですね、神様というのは天高くおられる、そして天上の
上の方におられて、我々この世界地上を見下ろしてですね、おられるんじゃないかとは考えがちですが、そうではない。田中正造、神様は今ここにおられるんだっていう、この谷中にいるんだ、谷中に、神よ、神は谷中にありなんだと、遠い遠いですね、天高いところに神様はいて、私たちを憐れんでおられるだけではないんだ。そうじゃ、神は降りてこられて、そしてこの谷中におられる、神は谷中にあり、そして聖書の言葉は、聖書の御言葉は、これはですね、実はちょっとこちらには皆さんのお配りしたいこのスライドにはですね、書いてないんですが、ちょっとね、原文をお読みしたいと思いますが、このですね、島田熊吉宛て書簡ですけども、ちょっと読みしますので、こういうふうに書かれています。すみません、皆さんのところにはお配りしてませんが、見よ、神は谷中にあり、聖書は谷中人民の身にあり、苦痛の中に得る知恵、谷中残留人の身の値は、聖書の値と同じ意味で、聖書の文章上の研究よりは見るべし、学ぶべきは実物研究として、まず残留人と谷中破滅との関係より一心の研究をなすべし、彼らに保護史を、保護史というのは古い紙って言うんですが、読む中で、死したる本、死したる書冊を見る中で、生きたる汝の心、生きたる残留民の経験、歴史を繰り返し熟し熟考、これを天国に至るの道と知るべきなり。大正2年2月12日、東京市芝口にて、乱筆肖像ですね、書かれています。これは書簡の全文なんですが、つまりですね、彼がこれ言ってるのは、聖書というのは研究するものではないってことですよ。聖書は研究するものではない。聖書は谷中人民の身にあるんだっていうね。まさに私たちの肉となるんだというメッセージを肖像は語っているわけですね。ちょうど100年前です。で、このような表現というものはですね、現代神学においては実は決して珍しい表現ではなくてですね、いわゆる、カトリック教会で言いますと、解放の神学、あるいはお隣の韓国では民衆の神学とかですね、しかし肖像はですね、今から100年前にすでに民衆の神学を先取りしていたと私は、理解したいというふうにですね、思っております。で、ただですね、先ほど最初に挙げた日本キリスト教神の中心人物、ね、お一人、上村正久先生、大変立派な先生ですが、しかし上村正久先生はもうですね、田中正造をですね、厳しく批判してるんですね。田中正造は誤ったことを扇動しているという、そういうですね、言い方で批判をしています。一方で、柏木義元というね、組合協会の牧師は、共感を示している、そういうわけで、当時の日本のキリスト者の中でもいろんな評価が分かれておりましたけども、しかし私たちがですね、田中正造の神学から学ぶことは非常にたくさんのものがあるのではないかも、そんなふうにですね、思っているわけですね。でこれちょっと、写真が見にくいかもしれませんが、これはですね、1977年の写真、ですね、足尾の写真です。足尾銅山の周辺写真で、ちょっと見にくいかもしれませんが、ハゲ山です。でもう100年近く経ってても未だに草木1本生えないんです。で、政府はですね、どうしてるかというと、植林を毎年何億もかけてやってます。それで、これが1989年の写真、あまり変わらない効果がない。でそういうぐらいにですね、今でも鉱毒がです以外はですね、大変なものが、あるわけですけども、また谷中やですね、あるいは
足尾の方にもですねフィールドワークができますので、ぜひ関心のある方は、行っていただければと思います。さて次のテーマでございますが、またちょっと話が飛んで、しまいますけれども、今度はですね水平社宣言学びたいと思います。水平社というのは水平社宣言ですね、人の世に熱あれ人間に光あれですね、この有名な言葉が含まれた水平社宣言といいますのは、ご承知のように全国水平社、日本全国の被差別部落の人々が結集をした、その日ですね、1920年3月3日京都 でございますが、全国水平社が創設されました。各地の被差別部落から、約2000人を超えるですね、参加者をもって、解放宣言が公にされました。この中で、その水平社が創立されるわけですけども、この宣言によってですね、被差別部落の人々の解放というものがですね、新しい局面とそして新たなビジョンが備えられることになりました。そういう意味では、ここにちょっと書きました、日本民衆の手による最初の人権宣言であると。この水平社宣言はですね、社会学的にも高く評価されているわけで、ございます。で、水平社の設立宣言の採択という歴史的な事件、これはですね、差別にあがらう被差別部落の人々の大衆的な民衆的な応答であったということですね。それは当時のですね、いわゆる文明開化、富国強兵、一等国の仲間入りというですね、こういう流れの中で、さらにですね、急速に差別というものが再編されて強化されていった、そういった新たな状況に対する否であったわけですね。で、ちょっとこの手元にお配りしたですね、資料、水平社宣言の、原文がございますので、ちょっとご覧いただけますでしょうか。こちら、そうですね、はい、この横組でございますけども、ご覧いただけますか。ちょっとお読みしたいと思います。宣言、全国に散在する我が特殊部落民を団結せよ。長い間しいためられてきた兄弟よ。過去半世紀間に主なる方法と多くの人々とによってなされた我らのための運動が何らのありがたい効果をもたらさなかった事実は、それらの全てが我々によってまた他の人々によって、人に人間を冒涜されていた罰であったのだ。そしてこれらの人間をいたわるかのごとき運動は、かえって多くの兄弟を堕落させたことを思えば、この際我らの中より人間を尊敬することによって自ら解放せんとする者の集団運動を起こせるはむしろ必然である。兄弟よ、我らの祖先は自由平等の活合者であり実行者であった。老烈なる階級政策の犠牲者であり男らしき産業的殉教者であったのだ。獣の皮を剥ぐ報酬として生々しき人間の皮を剥ぎ取られ、獣の心臓を裂く代価として温かい人間の心臓を引き裂かれ、そこへくだらない嘲笑の唾まで吹きかけられた呪われの夜の悪夢のうちにもなお誇りうる人間の血は枯れずにあった。そうだ、そして我々はこの血を受けて人間が神に変わろうとする時代に会うたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が来たのだ。殉教者がその警官を祝福される時が来たのだ。我々が得たであることを誇り得る時が来たのだ。我々は必ず卑屈なる言葉と強打なる行為によって祖先を恥ずかしめ人間を冒涜してはならぬ。そうして人の世の冷たさがどんなに冷たいか、人間をいたわることが何であるのかをよく知っている我々は心から人生の熱と光を眼球来散するものである。水平社は各地で生まれた。人のように熱あれ人間に光あれ。大正11年3月3日全国水平社創立大会ということですね。こういうこれがまさしくですね、日本民主の手による最初の人権宣言だったという、評価がですね、あるわけでございますが、このですね、この水平社、初期水平社の人々と実はキリスト教聖書の接点があるということは案外ですね、語られないんですね。 あえてそこはオミットされてしまうことが、多いわけですが、この、その水平社運動の中心人物だった西光満吉はじめですね、実際にも
田中翔と同じように洗礼を受けていません、まあ、しかし、聖書を皆熱心に読んでいたことは間違いないんですね。でことにですね、彼らはですね、出エジプト記の物語と自らのこの物語を共鳴、共振させていたことが、よく分かります。でそれはですね、その一つの証拠をご紹介したいと思いますが、それがですね、第2回翌年のですね、水平社大会劇文にですね、明確に現れております。これはあのお手元にお配りした先ほどの、宣言の左側中ほどにありますところですけどね、ちょっとこれを、お見せしたいと思います。これが、第2回水平社大会の劇文です。大正11年3月3日は記念すべき全国水平社創立大会の日であった。呪われたる我ら300万兄弟の解放の過程について記憶すべき日である。あたかもエジプトにおける先人がその漆黒より脱線として昼は雲の柱に、夜は火の柱に導かれてパラノンの荒野を進軍したイスラエルの民を忍ばせる。それから1か年を経過した。そして今や我らの記念すべき3月3日第2回全国水平社大会に火は来たれる。しかし荒野は雲に続き、制約の聖地カナンは遠いけれども、我々の行進曲はいよいよ勇敢に校長される。歴史は解放の過程である。6000部落300万の兄弟よ、警官旗のもとに団結せよ、というですね、これが、第2回水平社宣言のですね、劇文で、ございます。そしてですね、ここにあの、今のですね、劇文の最後にですね、警官旗のもとに団結せよ、これですね。で実際にはどんな旗が使われたかというと、これがオリジナルのですね、警官旗ですね。これがあの創立の時の聖社創立の時の警官旗が残っていますけども、まあ、これですね。でその警官旗について、解説しているのがですね、クリス七郎さんですね。一番左側の文章をちょっとご覧ください。ちょっと見します。水平社は警官旗といって茨の冠を旗印にしている。茨の冠とは我々の先祖が何千年この方苦しめられ虐げられてきたその辛い歴史の心持ちを書に絵に書き表したものである。我々はこの警官旗のもとに団結して、長い長い年月の間血の涙にむせびつつこの残酷な世の中に恥と恨みと憤りとを耐え忍んできた先祖のために、今初めて弔い合戦をやるのである。そしてその勇ましい弔い合戦の勝利によって、我々が初めて本当の人間らしい人間になろうとするのである、ということですね。まあ、したがってですね、これですね、今の警官旗でございますが、要するにですね、初期水平社の人々にとって、その彼らを支えた、彼らの運動を支えた、ものは実は聖書の御言葉でありですね、そしてこちらのですね、警官茨の冠であったわけですね。水平社の、宣言はですね、それまでのこう、さまざまな人間を冒涜し堕落させることをですね、事柄に対して預言者、旧約の預言者のようにそれを批判したということがあります。で先ほど見ましたように、宣言草案者のですね、最高満吉を含めて、キリスト教とは無縁の人々でありましたが、しかしそれゆえにこそ彼らがキリスト教のシンボルですねを用いて、被差別部落民の過去の経験を解釈し未来の希望を表現しようとしたのが事実です。そのようにして彼らに生きる勇気をですね、与えていた。で彼ら自身がいわばですね、出エジプト記の本当の意味を、そして警官の茨の冠の本当の意味をですね、本当の福音を、実は洗礼を受けていなかった彼らこそが掴み取っていたんではないかというね、そういうふうに私は考えたいなというふうに思うわけですね。はい、それで、
ちょっと時間が押して、まいりましたので、そうですね、まあ、日本の、まあ、いわゆる正統キリスト教を読み取れない聖書理解をですね、まあ、彼らがですね読み解いていたのではないかと、そんなふうに思います。で、最後の、のところに入りますが、今度はちょっと場所がですね北海道に飛びますあちこち飛んで申し訳ないですが今度は聖公会の話で、まあ、少しね終わりたいと思うんですが、まあ、チリユキエさんというですね方のお話を、させていただきたいと思います。こちらでチリユキエの方をご存知の方、お手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。何名かおられてありがとうございます。最近はそこそこ有名になってきまいりまして、こうね、絵本とかですね、そういったものも出るようになって大変嬉しく思っているんですが、ちょっとこの話をしたい。でその前にですね、その背景をご説明いたします。アイヌ伝道というものがございました。で、これは1877年にですね、北海道にやってまいりました英国教会、英国の聖公会の CMS というですね、選挙ミッションから派遣されておりましたこのジョン・バチェラーというですね、宣教師、まあ、この方ですがですね、1877年に北海道にやってまいりまして、そしてその当時 の北海道の状況というのは、まあ、日本人はですねの、まあ、教会を含めてですけども、基本的にその、まあ、同化政策といいますかね、アイヌの人たちはもう、まあ、だからよく朝鮮半島で行われた創始改名ありますよね、あるいは日本語の矯正、これは実はすでに実験済みだった、北海道で実験済みでした。アイヌの人たちに対して創始改名をし、そして日本語矯正していく、まあ、そういう中でバチェラー先生はですね、そうじゃない、最初からアイヌの人たち、アイヌの長老絵歌師といいますか、ペンリュークといって有名な絵歌師などですね、出会いながら、彼はそのアイヌの人たちの言葉や文化、生き様というものですね、名前も含めて大事にいたしました。で彼はですね、そのアイヌ語を一生懸命学んで、そして、何をしたかというと、まあ、一番やっぱり重要な業績というのはアイヌ語辞書を作ってるんですね。で、それからキリスト教的に言いますとアイヌ語の聖公会の祈祷書を作っています。そして、その辞書もですね、アイヌ語、英語、日本語、3カ国語の大訳辞書なんですね。で、そしてアイヌ語の聖書、アイヌ語の聖歌、祈祷書なども作っているわけですね。で、まあ、その中で、そしてまたアイリン館、アイリン学校と言いますけども、アイヌ民族の地位向上を図るために児童教育施設なども作ったりいたします。そして、さまざま、今でいう、 こう社会福祉施設というのも作っているんですね、アイヌたちのために。まあ、そういうわけで、たくさんの方々、アイヌの方々がキリスト教、まあ、聖公会の洗礼を受けることになってくるんですね。これはまあアイヌ伝道というふうにまあ言われているわけですけども、まあ、一方でそういうことわけなので、バチラーはポジティブな評価としましてはアイヌの父というふうに言われている存在ですね。まあ、そういう方なんですが、でこのバチェラーがですね、まあ、伝えた聖書なんですけども、しかしそれがですね、結果としてですね、アイヌの民衆の中にやはり受肉されていった、まあ、バチェラーが意図してたかどうかはどこまでしていたかは不明なんですが、結果としてその彼から洗礼を受けたアイヌの人たちの中に聖書の御言葉が血になっていった、血と肉になっていったということが起こっていきます。で、そのいくつかの事例をですね、人物をご紹介したいと思うんですが、一つはですね、バチラヤエコですね。で、バチラヤエコは、まあ、このバチラヤエコご存知の方はどのようなことでしょうかね。ああ、おられますね。日本文学、立教大学の日本文学科の学生は必修ですね、ほぼ必修、今はどうかしませんが昔は必修ですなぜかというとですね、バチラヤエコというのは歌人として有名な方、日本文学の中で非常に高い評価を得ているわけですが、特にですね、ちょっと先飛ばしますが、よいしょ、これバチラヤエコですが、
こういうですね、若き歌人というですね、歌人は仲間ってアイヌなんですけども、まあ、そういう歌集が出ています。これは実は最近岩波現代文庫から再版されて買いやすくなりました。900円ですのでぜひこちらに置いてあるかもしれませんがお求めいただければと思います。で、まあ、そういうわけでですね、実は芭蕉代行という名前は日本文学の世界で有名なんですが、なかなか彼女が聖書やるキリスト教の関係だったっていうのは実は語られないですね。それも残念なことなんですが、ここに書いてありますように、彼女は聖公会の、まあ、バチェラーなんでバチェラーかというとですね、バチェラーの養女になっているんですね。でそれで、まあ、バチェラー愛子って名前がついてますが、そして同時にですね、聖公会の女性伝道師として働きます。で、まあ、伝道師です。ですから、でなので、普段は実は本業は教会での牧会や、まあ、そういうことなんです。ミッションを当たっていたわけですね。で、まあ、この若き歌人にはですね、たくさん彼女の読んだ歌が収録されているわけですけれども、でこの若き歌人のですね、初版の時からですね載せられている、この再版されたものもちゃんと載ってますが、初版の時から載せられている序文が素晴らしいんです。で序文を書いたのは誰かと言いますと、金田一京介なんですね。で金田一京介はですね、国語辞典で有名なお墓は雑司ヶ谷にございますが、金田一京介さんが序文を書いて、ちょっとお読みしたいと思います。皆さんとかちょっとありませんが、お聞きいただければと思います。これ金田一京介の序文ですね。聖書を抱いていじらしき者の頭を撫でては祈り、罪ある者の背に向かってはひざまずいて祈り、明け暮れを幼い者、弱い者のために祈り祈り祈り続けて、身を泣き荒らしてきた八重子女子の声はついに若き歌人の一巻を成したのである、というですね、そういう序文が書かれて、います。でこの金田一京介という方はですね、大変不思議な方で、後でちょっと次にご紹介しますけども、知里幸恵の作品もですね、知里幸恵さんのタラントをですね見出したのも金田一京介なんですね。で、まあ、そのですね、知里幸恵の作品もバチェラー八重子の歌もですね、お話ししましたように日本文学の世界などで大変評価が高いんですし、またさまざまな研究書が出ていますけども、残念なことに知里幸恵やバチェラー八重子がですね、クリスチャンである聖公会の、信徒であり、まあ、あるいは伝道師だったということはですね、彼女たちの中体の中にイエス・キリストの福音が受肉している、肉となっているということで、そのことがこのバチェラー八重子に若き歌人を書かせて、そして知里幸恵に後ほど紹介しますが「ゆうから」という信用集を出力させたということはほとんど紹介されないんですよ。ほとんど語られません。でそれはとても残念なんですね。しかし彼女たちの背後には間違いなく福音の力が、信仰があったわけです。そこはね、なぜかカットされてしまうんですね。それは残念だ。ところが、ね、唯一ですね、金田一京介はこのバチェラー八重子に対しても、そして後ほどご紹介します知里幸恵に対してもきちんとですね、このようになぜ彼女たちがこういう作品を成し得たのかということを書いているわけなんですね。素晴らしい言葉ではありませんでしょうかね。聖書を抱いていじらしき者の頭を撫でては祈り、罪ある者の背に向かってひざまずいて祈り、明け暮れを幼い者の弱い者のために祈り祈り祈り続けて、身を泣き荒らしてきた、そういう八重子が若き歌人を完成させたんだっていうのは、クリスチャンではない金田一京介の評価です。でそのことを、彼はクリスチャンではなかったけれどもちゃんと評価していた人です、金田一はですね。まあ、そういうわけでございます。まさに100年前、今日ご紹介したほとんど皆さん100年前です、前にですね、そういうことが言葉が語られていたということですね。この序文の日付は、昭和5年、1930年の8月18日となっていますけれども、で、まあ、この若き歌人のですね、中にはですね、さまざまな短歌がございます。これも紹介したのもそうですね、滅びゆき、人々なるも歌りこよ、
あのタイタン、あの愛の道のですね、心を落とさず生きて戦えとかですね、他にもですね、こういうあの信仰的な歌もありますね。我らがため赤き血潮を流されし、キリスト様の慈愛身にしむですね、それから教え子のイエスたとおる身歌聞き、涙ぐましきクリスマスイブとかね、からね、バチェラー役はですね、実はバチェラーの紹介で、英国に渡ってるんですよ、この当時ね。英国に渡ってカンタベリー大聖堂を訪問してですね、カンタベリー大司教から祝福を受けてますこれはすごいことなんですが、これも歌に歌っていまして、嬉しくもアーチビショップ御自ら絵の説明を我にしたまそういうですね。しかしこれはですね、 ある種女性学といいますかね、まあ、そういう中でも女性史の中でも非常に興味深い、当時の女性、100年前の女性ですよ、しかもアイヌの女性が直接カンタベリー大司教から祝福を受けてるっていうね、まあ、そういうことを、まあ、それをまた記録に残しているというのはとても素晴らしいな、まあ、そんなふうにですね、思うわけで、ございます。で、このバチラヤイコの弟がおりまして、向井山尾という方がいます、ね、写真があったかな、この方ですね、向井山尾をですね、まあ、彼もですね、ちょっと時間ないのでちょっとしておりませんが、バチェラーの支援を受けまして立教大学に進学しました。で、アイヌの人で初めて、大学に進学したあの方です。で、で立教大学の、まあ、私の属しているキリスト教学科の卒業生です。なので私の学生たちもね、皆さんの先輩だって紹介するんですが、で日本聖国会で初めて司祭になった、アイヌ人として司祭になった方ですね。それでかつですね、彼は戦後はアイヌ民族解放運動の中心に立たれたわけなんですね、まあ、そういうような人物もこのバチェラーの影響の中から生まれているということをご紹介します。で、本日の最後のメイン、ある意味メインなんですが、お話をさせていただきたいんですが、チリユキエでございます。で、まあ、チリユキエさんですね、ちょっと写真がありますかね、はい、この方ですね。まあ、登別にですね、今チリ行方記念館というのがございますので、私も何度も訪問してるんですけども、まあ、ぜひもし登別に行かれる機会、登別が彼女の故郷なんですね。で、彼女のお母さんが病弱だったものですから、幼い頃に叔母のですね、神成松という方なんですが、この写真がかな、そうですね、ちょっと見にくいですが、この左がおばりの神成松、神成松さんがおばさんなんですが、しかし、事実上のお母さん、養母として育てられて、旭川で育てられるんですね。僕は実母の奈美さんですけども、それでですね、知里幸恵さんは、1903年に登別に生まれまして、そして、先ほど申し上げた通り1909年には旭川の地下部みたいなところなんですが、日本聖公会で、そうですね、大事な話を忘れましたが、この神成松さんはバチェラー その影響のもとに洗礼を受け、そして、伝道師として、やはり女性のアイヌの聖公会の伝道師として働いていました。で、旭川の聖公会の教会ので牧会をしていたんですね。で、まあ、その おばの その伝道師である神成松のもとに預けられてですね、したがって知里幸恵さんは聖公会の旭川の教会で育つんですよ。そして、彼女ももちろん聖公会で洗礼を受けて、聖公会の信徒として聖書を読み、そしてですね、日曜学校の先生として働くんですね。で、その日曜学校 その日記もあるんですけども、よくね、そのアイヌの子どもたちが、まあ、アジン、まあ、日本人の子にいじめられてやってきた。で、その時にユキさんがね、イエス様はそのいじめられた子のそばにいるんだよって言ってこうやって励ましたっていう、そんな記録もあるんですけども、まあ、そういう形でですね、彼女は教会の働きにも深く、まあ、関わることになります。で、ですね、まあ、知里幸恵さんは、そしてですね、この神成松さん、そしてこの神成松さんのさらにお母さん、この2人のお母さんがですね、モナシノークという方なんですが、モナシノークという、まあ、要するに幸恵さんのおばあちゃんですね、が、まあ、非常に有名なユーカラの伝承者だったんですね。ユーカラと申しますのは、これはですね、アイヌの人たちの中のに口伝、アイヌたちは文字を持ちませんから、口伝いですね、口伝で伝承されていた
神々のを歌う歌なんです。神謡というふうに日本語で言います。神様の民謡のようですね、神謡と言います。これをアイヌ語でユーカラっていうんですね、で、まあ、アイヌの世界には宗教世界にはさまざまな神様がいるわけですよね。熊の神様とかフクロウの神様がおりますね。でその神々が主語、神々が私がって主語で歌って、第一人称で歌っている歌を神謡ユーカラと言います。でそれはたくさんあるんですが、その、 おばあさんが、井池さんのおばあさん、金山さんのお母さん、同じ篠奥さんが有名な伝承者で、そしてこの神成松さんもそれを引き継いで、神成松も立派なユーカラの伝承者であったわけです。で大事な点は、その神成松の元で育てられた幸恵さんも、千里幸恵さんもですね、もう子守歌のようにしてユーカラを聴いていましたので、彼女も立派なユーカラの伝承者になっていたということなんですね。ただしモナシノークや、まあ、神成松とですね、やっぱり違う点が何かと申しますと、彼女はですね、そのアイヌ学校、バチェラーが作った学校で教育を受けているんですね。どういう教育かと言いますと、日本語の教育も受けました。英語の教育も受けました。で文字をですから書けたんです。まあ、お母さんの神成、あ、おばさんの神成松もか、晩年か文字が書きましたので、ですが幸恵さんは幼い頃から文字が書けた。なので彼女はですね、そのユーカラをですね、書き残すことができたんです。で、それがですね、1918年、大正7年ですけども、の出来事につながるわけですね。それは何かと申しますと、その1918年の夏に、先ほど申し上げた金田一京介ですね、金田一京介はこのアイヌ文学の研究者でもありました。金田一京介がジョン・バチェラー宣教師の紹介でモナシノークさんと神成松さんを訪ねるんです。ユーカラの伝承者のもとを訪ねます。で金田一はそこで、しかしですね、そこで隅っこに座っていた幸恵さんの才能にを見抜くんですね。でつまりどういうことかだったかと申しますと、幸恵さんが、千里幸恵がですね、ノートを持ってきた。でそこにはなんと、口伝でしか残されていないはずのユーカラが、この幼い少女が書いたね、まあ、幸恵さんのことノートには、実はそれ残っているのですが、ちょっとお願いします。そうですね、ちょっとこうさっき飛ばしていきますが、これですね、まあ、これがね、神謡集原稿って書いてありますね。これ幸恵ですね。でこういう感じですね。左側にローマ字でアイヌ語でユーカラを書いて、で右側にそれを日本語に翻訳して日本語に書き残しているわけです。でこういうノートを持ってきて、金田一京介はもう仰天するんですよ。これはすごいと、ね、それで金田一はですね、幸恵さんにこう勧めます。あなたぜひ東京に出てきなさい、本格的に筆録をやりましょうと言ってあげまして、で幸恵さんは随分旭川が好きだったので悩みましたが、まあ、しかし決断をして、ですね、1922年ですけども、千里幸恵は、東京に出て行って、金田一京介のところに、まあ、寝泊まりしながら実際にアイヌ神謡の原稿を書き上げるわけですね。その復刻版がこれ、やはり言わない文庫が出ました。アイヌ神謡集千里幸恵編ですね、というもので、ございます。まあ、しかしですね、残念なことに、1922年大正11年9月18日ですが、幸恵さんは心臓の病で、19歳の若さで、天に召されるんですね。残念なことに幸恵さんはですね、原稿は書き上げたけれども本の出版を見ることができなかったわけですね。まあ、そういうわけなんですが、まあ、しかしですね、その中で彼女がですね、一番大事にした、このトップに出てくるたくさんあるユーカラの中で一番大事にしたユーカラというものがございます。それがですね、皆さんのお手元の先ほどお伝えした出演者の裏側をご覧ください。で、そこにですね、ちょっと抜きずりをしてますけれども、これがフクロウの神が歌ったユーカラなんですよ。フ
黒の神様なの夜からですね。で、ちょっとお読みしますと、銀の雫ふるふる回りに、金の雫ふるふる回りにという歌を私は歌いながら子供たちの上を通りますと、子供たちは私の下を走りながら言うことには、美しい鳥、神様の鳥、さあ矢を置いて、あの鳥、神様の鳥を矢った者は、一番先に取った者は本当の勇者だぞ、言いながら、昔貧乏人で今お金持ちになっている者の子供たちは、金の弓に金の矢をつがえて私を言いますと、金の矢を私は私の舌を通したり上を通したりしました。その中に、子供たちの中に一人の子供がただの木の小さな弓にただの小さな矢を持って仲間に入っています。それを見ると貧しい者の子らしく、着物でもそれがわかります。自分もただの小弓にただの小さき矢をつがえて私を狙いますと、昔貧乏人で今金持ちの子供たちは大笑いをして言うには、あらお菓子や貧乏の子、あの鳥、神様の鳥は私たちの金の矢でも鳥にならないものを、お前のような貧乏な子のただの腐った木の矢を、あの鳥、神様がお鳥になるわけがないと言って、貧しき子を足毛にしたり叩いたりします。けれども貧しき者の子はちっとも構わず私を狙っています。私はその様を見ると大層不便に思います。銀の雫ふるふる回りに、金の雫ふるふる回りにという歌を歌いながら、ゆっくりと大空に私は輪を描いていました。貧しき者の子は片足を遠く立て、片足を近く立てて、下唇をぐっと噛みしめて、狙ってひょうと言い放しました。小さい矢は美しく飛んで私の方へ来ました。それで私は手を差し伸べて、その小さい矢を取りました。くるくる回りながら私は風を切って舞い降りました。銀の雫ふるふる回りに、金の雫ふるふる回りと、こう続くわけですね。この皆さん意味がお分かりになるでしょうかね、でしょうか。これはですね、日記、ゆきえさんはですね、日記をたくさん書いてるんですが、残してるんですけども、東京に出てきて、本郷、金田一のお宅が本郷になったんです。本郷の近くに聖公会の人が見つからなかったので、一番近いプロテスタントの教会に行った。でだけども説教化けだけでつまんなかったと書いてあるんですが、そういう、その中でですね、いろんな日記、いろんな言葉が書いてるんですけども、その中で幸恵さんが一番大事にした言うからがこれだということなんですね。で、このお読みいただいたらようにですね、金持ちの子が言い放つ金の矢には当たらなかったフクロウの神様がですよ、ボロボロの着物をまとって、他の子からはバカにされて足毛にされている貧しい子を哀れに思うんですね。でそして、その小さい矢を手にというのは意味がお分かりでしょうか。その貧しい子のために、金持ちの放った金の矢はですね、上を通したり下を通したり当たらないんですね、プロの神はね。けれども貧しい子、いじめられて蹴られたり足にされていた、この嫌なった腐った木の矢を手に取られた、手に取ったプロの神はね、というのは、プロの神がその矢に自ら体を当てていくということです。そして大空から風を切って舞い降りましたというのは、フクロウの神が絶命しながら、命を自ら絶ちながら落ちていく、死んでいくということです。その子のために自ら命を絶ちながら地面に落ちていく。銀の雫ふるふる回りに、金の雫ふるふる回りと歌いながらね、そういう歌ですね。私はですね、この歌を最初に読んだ時は本当に衝撃を受けたんですね。こんなに美しくて、しかしこれほど悲しい言うからをですね、なぜ幸恵さんが愛の信用集の第一に選んだのか、先ほどご紹介したように NHK でも紹介されましたし、朝日新聞でも特集が組まれましたが、しかしそのなぜが語られることはありません。幸恵さんの中にはアイヌとして虐げられた痛みがあった。彼女が先ほどご紹介したように日記に書いているようにですね、日中学校のことなどあります。このいじめられた子どもたちのために、イエス様はあなたたちのような子どもたちのために横にいるのだ。で私はですね、この銀の雫ふるふる回りの言うからを幸恵さんが第一のものとして選んだのは、そこには確実に知里幸恵の中にですね、知里幸恵の中に受肉した、イエス様の福音があったのだと思うわけでございます。
もちろん幸恵さんが日記にそう書いてるわけではありませんし、信用紙にそう中記があるわけでもありませんが、しかし彼女の幸恵の日記を丹念に読むと、最初から最後まで福音の言葉なんですよ。聖書の言葉にと祈りにあふれているんですね。で、彼女は本当に祈りと御言葉の人だった。できっと幸恵さんはですね、イエス様というのは一体誰と共に生きられたのかということを捉えていたんだろうと思うんです。八重子さん、先ほどのバチラ八重子は幸恵の中にイエスの福音が肉となって、そして最初に田中正造のご紹介したように、聖書がですね、読む本ではなくて、2000年前の古い書物ではなくて、今を生きる自分の存在や尊厳を取り戻す、回復する肉となって、その御言葉がですね、彼女たちの中にあった。貧しくされて足蹴にされている人々のために自ら死んでいったイエス・キリストと、彼女はそのように主を理解していたのではないか。で、その彼女の福音理解、信仰がですね、幸恵さんの中で受肉をして、このフクロウの神の物語を彼女にして第一の言うからとして選ばせしめたと、私はですね、思っているわけで、ございます。ちょうどですね、8時となってしまいましたので、もうこれで終わりたいと思いますが、ちょっと最後にですね、彼女のお墓、幸恵さんのですね、お墓はですね、1970年代ぐらいまではですね、雑司ヶ谷の霊園にあります、今でもおりますあの金田一京介のお墓墓地のにあったんですが、改装されてですね、ちょっとね、これ幸恵の死は1922年の9月18日ですが、なんか日記によると自分の死を予感していたように思います。で、ちょうどね、故郷の登別に帰る直前だったんですよ。で、もう構成も仕上げたところだったからね。で、彼女は金田一の記憶によると聖歌を歌いながら待っていたということですね。そして、構成を終えた後に、19歳でですね、亡くなって、しまうわけですが、ちょっとごめんなさい、金田一がですね、ごめんなさい、これだけちょっと金田一京介がですね、幸恵について語っている言葉だけご紹介しておきますね。この幸恵という娘は人が犠牲になったという話が出ると、その犠牲になった人のためにお祈りするのです。キリストその人も民の犠牲になって最高の立派なお方です。人の犠牲になった方たちは羨ましいと、そう考える娘でしたってね。だ、金田一は僕は尊敬しています。金田一京介はですね、ちゃんとそういうとこを見てくれていた、感謝をしたいと思います。愛の信用書の書き出しはこういうふうに書かれて、その昔この広い北海道は私たち先祖の自由の天地でありました。これは幸恵の書いた序文のね、書き出しで、これがですね、私撮ってたんですが、登別にあります幸恵の墓でね、この前にあるのが実は神成松さんの墓で、立派な十字架ですね。まあ、生徒が伝道師です。後ろにね、幸恵の墓がございます。最後ですが、ですわけで、今日はですね、ちょっと駆け足で、田中正造、水平社、そして、バチラ八重子、知事幸恵の話をさせていただきましたが、こういうですね、日本の民衆と聖書が出会った記録が残ったですね、聖書というのは決して2000年前に書かれただけの書物ではないということでございます。そして民衆たちの文字通り生きる糧となったのが聖書である。で、一方で一流の神学者、嫁牧師ではない彼ら彼女こそが読み取った福音の意味があるんじゃないか、そういうところからですね、今生きる私たちにとって聖書とは、御言葉とは、信仰とは何かをですね、もう一度思い巡らしてみることもとても意味があることではないか、そのように思っております。以上で、話の方を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。